はい、こんにちは。チリの井上です。それじゃあ今日も頑張っていきましょう。じゃあ、向こう行きます。はい、じゃあ今日は第8回目ということで EU 諸国の丸の2回目ということになりますかね。まあ今日もがっつりした内容なんですけどね、まあしっかりと背景など内容をね、吟味して話を進めていきたいと思いますよ。さあ今日の内容はね、ここの問題なんです。問いの2番目ということですね。まあ指定国がギリシャ財政危機。 産業の空洞化。そして地域間格差。なんていうことなんですよね。で、ここにまあ長々とあるわけですけど、これはまあちょっとドアップにして話を進めましょうか。はい。じゃあ早速長々と。はい、あ。今こんな感じなんですよね。現在のヨーロッパ連合 EU へと至るヨーロッパの経済政治的統合は、ヨーロッパの石炭鉄鋼共同体。ね。ECSC ですね。ヨーロッパコールスチールのコミュニティというやつですか。 で、これを52年に成立と。まあ、これは実際は第次大戦の時のドイツがフランスに侵攻すると、アルザスロレイヌ地方ってやつですね。まあ、なんつっても鉄が欲しいっちいうことでやったわけですよね。ですので、これを機に、ヨーロッパでね、戦争なんか火、ね、種にならないようにみんなで平和管理していきましょうっていう話なんですよね。それで結成されたものだということです。 そして58年にはヨーロッパ経済共同体 EEC、ヨーロッパエコノミーのコミュニティ。これがま作り上げられると。で、67年にこれからの機関が、まあ、統合されてと。まあ実際はあとはユーラトム、ヨーロッパ原子力共同体と。まあその3つが合体してということなんですけどね。で、それで EC という形が出来上がったと。うん、で、その後、次第に加盟国が増え、増増増し、1993年にヨーロッパ連合に発展し、 ここですね。社会主義ブロックの崩壊後とは。まあ崩壊後って言い方をしてますけど、まあ普通論述なんかで使う場合には社会主義体制の崩壊だとか、まあそういう言い方でしょうかね。日本はね。まああまりブロック経済って言い方もなかなか最近見慣れないものではありますけど、まあ意味合い的にはわかりますよね。一つの仲間同士でと、社会主義グループを作っていたと。まあそういうものが崩壊しましたよ。 91年のソビエト連邦崩壊以降は、もうそれは顕著なわけですもんね。で、その後、中、東欧諸国の加盟国も進んだ。で、表一も参考にしながら、近年、EU 域内で生じている経済上の諸問題についてということですか。うん、聞きたいのはここですもんね。EU 域内で生じている経済上の諸問題。ここ聞きたいわけですよ。うん でそれで以下の語句をすべて用いて250字で答えなさいという内容なんです。うーって感じですよね。で、内容がこのギリシアと財政危機とそして産業の空洞化地域間格差。まあこういうものが生じるよというわけですね。まあ比較的答えやすい部分はこれですかね。産業の空洞化ですよね。産業の空洞化は別名工業の空洞化。 とも言われますか。特にこれは生産拠点の移転。製造業がどんどんと海外に移転して、まあ例えば日本ではね、あの東南アジアとか中国の方に生産拠点が移転して、あら、日本国内には生産工場がなくなっちゃったね。まるで穴が開いたみたいじゃないなんていうことで使う言葉ですよね。ここではまあ生産拠点の移転と。まあこんなことを踏まえながら見えてくればまあいいのかなと。 で、まあ、どこに移転しているのかという話が持ってこれればいいですよね。まあ、一番簡単なのは、ドイツがチェコに、この2004年に EU に加盟したときに、もうこれでね、関税がかからないし、そのまま生産拠点をチェコに移し、特に自動車工場の生産拠点を移し、っていうような話がありますしね。ドイツなんかでは、あら、自動車工場の製造業があら、いなくなったぞ、みたいな話でもありますしね。 まあ多分この辺の話を踏まえて書くんだろうなってことが分かればいいわけです。あとは地域間の格差。地域間の格差は一番簡単なのは東欧と東ヨーロッパとまあドイツなんかを含めてくる西欧でしょうね。ここでは所得が低い。 こっちは所得が高いっていう、まあいわゆる地域間格差の中でも所得格差っていうことがまあ頭の中をよぎってくればいいかなってもんでしょうね。あとはここでしょうね。ギリシャが個別に入ってくるし、財政危機というのが来るわけだから、まあ多分こことここがくっつくんじゃないかなっていう発想があれば、足めたものかなというわけです。これがまあここの文章を読んでる中での まあ、基本形なのかなと。だって、ここでわざわざギリシャって言葉が入っていて、ギリシャ、うぬぬぬぬん。そして、他のところで財政危機、うぬぬぬんじゃ、財政危機を使う意味がないですもんね。だから、ここはもうギリシャと財政危機を、まあ一応くっつけておくのが基本形だろうなと。まあ実際は2010年ですけどね。ギリシャの財政危機っていうのがありましたけどね。はい。 ま、この辺の内容で絡んできて、ま、アウトラインが決まればいいと。まあ、ちょっとここを知っておかなきゃいかんじゃないのかって話のようですよ。それじゃあ全体像ね、少しもっとググッと内容を見定めていきましょう。さて、それじゃあ解放のポイントと、EU いきなり生じてる経済上の諸問題。そしてそして、表の位置を参考にと言ってるわけでございますよ。で、この中で明らかに見て取れるのは、やはりこれですよね。あっちゃこー。 ポーランドあ、ルーマニアン、低いですもんね。やっぱり東諸国低いなというのがここでもやっぱり確定ですよね。ここでは250字なんですが、言葉をいちいちチェコとかポーランドって入れなくてもいいのかなと。ここは一つにまとめて東欧で統一してもよろしいかと思いますよ。ねえ。 だけど、わざわざ表見てなんて言い方をしてるわけなんで、ここにも注目しておきましょうか。あ、ギリシャ、ポルトガル、イタリア。ね。このあたりは地中海沿岸地域なんですよね。地中海沿岸地域って何て言いましたっけほら、ここは南ヨーロッパってどうですかね。だからここで言えるのは、一人当たりの国民総所得、GNI っていうのが、 南ヨーロッパとか東ヨーロッパは低いぞっていうふうに入れてあげたらいいでしょうね。で逆にこのあたり、フランス、イギリス、まあイギリス脱退しちゃったけど、ドイツ、オーストリア、そしてオランダなんていうところをひっくるめれば、これがまあ西ヨーロッパと。西洋の諸国は所得が高いけど、南とか東側は所得が低いと。まあそういう格差が生じているんですよ、なんて話が持ってこれればいいでしょで、 あとはこのオーストリアっていう部分が、まあ問題文にはあったけど、中央って使い方をしたんだよね。なので、ここの部分は、まあ中央ヨーロッパ。まあ中央と。まあこれを入れるかどうかっていう部分でしょうね。まあ特に中央なんてなってくれば、まあスイスとかオーストリア。でもスイスは EU 加盟してないしね。まあそんなところからするならばって話ではありますけどね。うん。だここはもうあえて言わない方が。 この場合はいいのかなって気はします。だけど言えるのは、まあ人口規模が小さいと。まあ一番初めの問題でやったじゃないですか。この人口規模が小さいなんていう言葉を入れといてあげれば、まあ格好がつくかな。この西ヨーロッパや、まあオランダとかオーストリアもそうですけどね、人口規模が少ない。まあ小人口のとか、そんなような言い方をしてあげれば、まあ一つは全部説明したことになるのかなっていうものなんです。 さあ、そこでここでギリシャの財政危機というところをまあね、ということですね。で、ギリシャという国もちょっと困ったちゃんではあるわけですね。で、特にこれは政権がやっぱり変わった時に赤字が、財政の赤字を誤魔化していたのが勃発するんですよ。この EU に自分のね、儲けがどのぐらいありますかっていうのをちゃんと申告するんですけども、その申告するのを誤魔化しておったという事件が起きましてね、 それで一挙に信頼性を失ってしまったという事件なんです。2010年と。まあそこでね、この債務ごまかし事件が勃発してなんてのは論じてなかなか書けないわけですよ。ですので、2010年に財政危機でっていうだけでまあ留めておくのがいいのかなと。で、それにってどういうものが起きたのかと。経済上の諸問題ってわけですから、このギリシャの EU 使ってるこのギリシャがそういうことをしてしまうと、 ギリシャが信頼性を失うわけですよ。今までギリシャにちょっと投資でもしようかなと思った人が辞めるわけだし。で、そして、ユーロを使っている関係上、ユーロの信頼性を失うことになるわけですよ。まあ結果的にはこのギリシャを統括していた EU 自体が信頼性を失われるわけですよ。だって債務ごまかしなんてされたら、だってギリシャを信用してやってたわけだけど、それが台無しになってしまえば、管理してたお前はどうなんだって話になってしまいましてね。 ここで問題はユーロが下落するんです。ユーロが下落してしまい、ユーロの信頼性を失い、経済危機に入ってしまうのです。というわけです。で、このギリシャの財政危機というよりは、これはもう EU の財政危機に入るわけですよ。 このユーロが下落してしまうんでね。全体的にユーロの信頼性が失う。まあいわゆる今の円安みたいなもんですよ。どんどんユーロ安になってしまうと。そうなってくるとどうですか輸出するときに。まあ特に自由貿易の場合はまあ国内いきなりだったらいいでしょうけどね。逆に輸出するときにまあ有利になるけど輸入したりするときには損失分が出ますからね。なのでということでどんどんと海外進出をしていた EU にとってはやっぱりね打撃が大きいのかなと。 いうわけでございます。このギリシャを発端とする EU の財政危機。これが起きたんだと。まあ、もしくはギリシャの財政危機によるというような話でいでしね。財政危機に伴ってと、このユーロが下落したという話に持ってこれれば、まずはいいかなと。で、そして産業の空洞化。ここはこれでしょうね。西ヨーロッパから。 東ヨーロッパに。まあ年代はこれでしょうね。2004年からでしょうから。これが活発にと。進出すると。生産拠点の移転と。そしてドイツでは産業の空洞化が起きた。ね。そして生産拠点が移転されたのはまあそれはそれでいいんでしょうけど、今度はこの ヨーロッパの国々、特にドイツなんかにも人の移動が今度は活発なわけですよね。物の移動はこの生産拠点での貿易だけど、人の移動っていうことで今度はこっちに人も入ってくるわけですよね。移民が増えていきます。そうなってくると人件費安いですもんね。例えばドイツが一人、ドイツ人を一人雇うんだとすれば、このチェコとかね。ね あとはまあ、スロバキアとか、そっちの方々は、まあもしかしたら2人3人雇いちゃうかもしれない。そうなってくると、ドイツ昔から勤めた人がもういいよっていうことになっちゃったりすると、移民のせいでと、まあドイツ国内においては、西ヨーロッパ諸国では、失業率が上がってしまうと。まあもしくは言い方を変えれば、失業者が増えてしまうと。こういうような社会問題も出てしまう。 逆に、この東ヨーロッパの人たちがどん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 出てくる。今度は東ヨーロッパの国から見れば、今度は労働者がいなくなっちゃいますもんね。せっかく生産拠点が移転してきてってことになってても、こちらで東ヨーロッパ自体では若者がどんどんと流出してしまうと。まあ特にこの場合は技術者なんかを中心としながらなんでね。まあそうだね。この場合は、まあ労働者でも知識階層人なんだよね。 高資格技術者。まあ、ここだ、技術者ってどこかね。この技術者が不足してしまうという事態が起きるわけですよ。特に技術者はね、ずろ持ってるんで、ドイツでも十分やっていきますよね。そうなってくると、この、チェコとかスロバキアなんかで育っていた技術者がどんどんと流出してしまうので、いざ新たな講義を進めようと思っても技術者が足りなくて、 新たな工業化、先端産業の移行が遅れてしまうとか、そういう問題もオーバーするというわけですよね。これが産業の空洞化の悩ましいところでもあると。そして、地域間格差というのがこれを見てあげればいいと。ねここの部分が所得が低いっすよ。そして、西ヨーロッパでは高いですよ。もしくは、この、オーストリアなんかも含めた人口の少ないようなところでは高く出ますよ。なんていうのを、 指摘してあげればうまいことまとまるんじゃないですかね。どうでしょう。はい。さあ、ここはあくまでも表を参考にしながら、この指定国をうまいこと組み立てる。で、今回のミスはやっぱりここですよね。ギリシャと財政危機。ここの2010年のお話が頭に入っているかどうかが今回のポイント。で、もしもこれがわからなくとも、ここをうまいこと組み合わせていれば多分加点してもらえると思うんでね。 ここはうまいこと。ね。ひらめきたい。で、やっぱりこうやって練習していくうちにね、ひらめきも出てきますからね。このひらめくポイントもね、一つ。足がかりとして欲しいところですよ。はい。じゃあ、ここで模範解答的なのを吟味してみましょう。プロッと。こんな感じで。250ですからね。長いっすよ。はい。それじゃあ内容を見ましょうか。まずは一人当たりの国民総所得ではと。この初期の加盟のヨーロッパ諸国と、西欧諸国や、 あとは小人口って言い方をしました。まあ、ここはオーストリアと書いてもらってもいいかもしれませんけど、まあ人口の少ない国でもいいと思いますよ。ね、この部分での数値が高いと。そして、1980年代以降に加盟した。そしてこの南ヨーロッパ諸国がっていう感じなんですよね。で、特にこの南ヨーロッパ諸国でもあえてイタリアは今回は踏まえなかった。なんといってもイタリアは現加盟国。もともと入っていた加盟国でもあるからね、いいシーンね。 ですので、ここの1980年代っていう部分は、まあ実際は1981年のギリシャと、そして1986年の、まあ今回ポルトガルが入ってたもんね。あとはスペインも入ってるけどね。まあ今回は表の中にないんで、あれですけどね。まあこのあたりで1980年以降に加盟したということ。 そしてあとは2000年代以降に加盟した東ヨーロッパの諸国ということですね。まあほとんどが2004年に入ってるけど、まあ先ほども書いたように、まあ、先ほど前回書いたように、ブルガリアとか、アルマニアという部分が入ってくるということなんですよね。はい。でそして、ここの部分では、この数値が特に低くって経済水準の地域間格差が大きいと。特にもともと入っていた西ヨーロッパ諸国は高い。 それに比べて南ヨーロッパであるとか東ヨーロッパの諸国は所得が低く、まあ地域間の格差が大きいんだという言い方ですよね。この地域間っていうところが一つのポイントになりますよ。こういうところ。これがいわゆる地域ってやつですからね。分け方とすればね。こういうところがペロンとうまいこと出てくるかどうかがポイントだというわけです。で、そしてさらにと。 西欧諸国は東欧諸国の安価な労働力。人件費が安いからね。どんどんと行きますと。まあこれはちょっと先ほど言わなかったところですけどね。人件費が安いと。これはもう地理的な言い方なんでね。安価な人あ労働力。まあ国語的にはこれ、これでもいいですよね。労働費。まあこれはお任せです。お好きにどうぞ。まあ地理の論じて慣習的に使っているような言い回しなんでね。まあこれが。 国語的にはいいんでしょうけど。労働費を求めてと。生産拠点の移転が進むと。なんで進むんですかと。理由を一応入れてみると。そして、そして、最終的には産業の空洞化が起きるんだ。まあ、ぶっちゃけドイツだけどね、みたいな話ですよね。で、また、東欧諸国から、西欧諸国への雇用機会、高賃金を求めて移民が流入する。ここでの移民の流入の部分で肉付けをしてあげると。 なんでわざわざ西ヨーロッパに行くんですかと。それは何と言っても雇用機会が多い。いろんなチャンスがある。ビジネスチャンスがね。まあちょっとしたサービス業に就くのもよろしいがねってわけですよ。そしてさらに賃金も高いと。そして移民が流入するんだ。それによって西ヨーロッパ諸国ではと、失業率が上昇する。あ、逆に東ヨーロッパ諸国では人材不足と。ここではまぁ技術者と言う人材不足という言い方にしておきました。もちろん高度人材って言い方をしますがね。 まあ、いわゆるギリシャですよ。まあ、ここでは人材不足と。それだけじゃない場合もありますからね。だから、あえてここでは人材不足。こういう問題が生じたと。うん、そして、さらに2010年のギリシャの財政危機はと、まあ、e、EU においても財政危機なんですけどね。で、ここではギリシャの財政危機という感じに、指定国をそのままくっつけるだけのやつにしてみました。それによって、共通通貨、ユーロを暴落させてしまった。そして、e、EU の景気低迷を引き起こしたというわけですよ。 まあ、ギリシャは実際的に、経済力が低いばかりではなく、そういう事件を引き起こしてしまった、なんていう話なんですけどね。あんまりギリシャを責めるわけじゃないんだけど、そういう事件が起きたんだって話です。はい。まあ、その後ね、この債務なんかを早く返しなさいっていうことで、このギリシャで努力しなさいよと。税金を上げたりとか、もう少ししなさいって言ったらね、ギリシャの住民国民投票ではもう大反対が起きたと。まあ、そういうものなんですけどね。 あくまでもギリシャはね、自分の生活はそのまま EU に、EU からどん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 といろんな資金提供があって、まあそれで生活したいと。まあそういう考えのようですよ。自分たちはあまり努力はしないけど、みたいなところがあるのかなと。まあ結構そのあたりでは難しいところですね。ギリシャの立場もね。あとは周りの国々から、まあどういう評価を受けるのかってことにはなると思いますけどね。うん。なかなかちょっと悩ましい対応だということになりますかね。 まあちょっと今回このギリシャという国にも興味を持ってもらえればいいのかなって思いますね。はい。さあ、観光業で有名なギリシャ。なかなか財政上は厳しいぞって話なんですよね。はい、まあ今回はこの内容をビシッと押さえてもらってね。流れをつかむということです。で、あとはこの文章の中にいろいろ何年何年って書いてあったでしょだからまあ今回はあえて何年何年って入れてみたってわけです。ある程度そのあたりの年度も欲しい部分がありますんでね。 この EU に関しては、まあ今ここだけではあまり触れてませんけども、こういう入った年度とか、まあどういう国々が増えていったのかとか、その年表的なものもちゃんとね、あの教科書とか資料集なんかで確認して知識を広げるとよろしいのかと思いますよ。まあ特に歴史が大事だということですね。流れが大事です。はい。まあこれが九州大学の特徴なんだと踏まえてくださいね。それじゃあ今日はここまでといたしましょう。じゃあ、降ります。 はい。お疲れ様でした。授業どうでしたかわかりやすかったですかまあ、しっかりと復習して、自分のものにどんどんしていってくださいね。この考え方を自分のものにしていくってことが、一番、この地理の学習には大事なものですからね。はい。それじゃあ、一緒に頑張っていきましょう。